祭壇橋は、愛知県名古屋市厚田区にあった橋である。日本百名橋の番外に選ばれた。祭壇橋市祭壇橋は、宮宿の東の外れを流れていた昇神川に架けられていた橋だが、義母市に掘られていた名分でその名を知られていた。なお、英章6年の厚田公式にはすでにその名が見られるという。義母市の名分には、天正18年の小田原征伐で死去した。 堀尾金介という18歳の男性の母体を弔うべく、その母親が33回忌に息子を最後に見送った橋の架け替えを行い、その供養としたことが記されている。伝承によっては、母親は橋を二度架け直しているとするものもある。息子の33回忌の橋の架け替えは二度目のことであったが、それを見ることなく、亡く,くなったため、その養子堀尾る家門が、 現魔八年に掛け替えたとされ、この際に、息子の供養のためにこの書き付けを見る人は、念仏を唱えてほしいとの母の願いが、義母氏に刻まれたとされる。しかし、義母氏以外に、これらの伝承を裏付ける、同時代史料が存在しないことから、義母氏に刻まれている、内容以上のことは、後世の創作とする見方もある。この名文は、 日本女性三名分の一つに数えられている。厚田宮祭壇郷、右段内主者、堀尾金助公、さ、天正十八年六月十八日、お葬州小田原人中聖居、その法名号、五ついわ春前城門なり、地母愛連あまり、修造この橋二十三十三年期、広志道供用の義天使用十八年二月十八日小田、原江の五人、 堀尾金助と申す十八になりたる子をた乗せてより、また二目とも見ざる、悲しさのあまりに、今この橋を架けること、和のの身には、落類ともなり、促進寺業物玉へ、いつが、二世子運と、後の世の、また後まで、この書き付けを見る人、念仏さる玉えや、三十三年のくようなり。堀尾跡公園に復元された、祭壇京1904年に、 橋の掛け替えが行われたが、1910年に行われた川筋の付け替えに伴い、橋があったあたりも1926年に埋め立てられている。しかし、義母市のある4本の橋柱は路傍にそのまま残された。1945年3月の名古屋大空襲によって、周辺の多くが消失したが義母市は、消失を免れ、1953年になって、 橋のたもとにあって、繊細で消失して建て直された、宇場堂境内の池に規模を縮小して再建された。宇場堂は1993年に再度建て直され、祭壇橋があった池も埋められたため、王子の様相は、すでにない。なお、橋についていた義母氏は、名古屋市の文化財に指定されているが、損傷の問題から、名古屋市博物館に収蔵されており、 現地にあるものは複製となっている。なお、堀吉の定石でもある大口町の堀尾跡公園には五条川をまたぐ形で、かつての祭壇橋が消失する前の馬道の山門と合わせて再現されている。ありがとうございます。